外巻き込み外巻き込みは、柔道の投げ技で横捨て身技の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名。IF 略語 SMK。柔道河合氏しメソッドでの別名巻き込み。釣り手で奥襟をつかみ、引き手で奥袖をつかむ。釣り手を離して、相手の腕を脇に挟み、倒れ込みながら、引き手で相手の腕を巻きつけるように引いて、倒れ込みながら投げる。 自分の釣り手の脇で自分の引き手もろとも相手の腕を抱えるか挟むパターンや自分の釣り手の脇を自分の引き手に当てがって投げるパターンもある。右組から仕掛ける場合、仕掛ける方は相手の右腕を右脇に抱えながら巻きつけるようにして引きつけ前方に倒れ込みながら銃を前方に投げる。鳥は右足や腰で銃の右足が出るのを防ぎながら掛けることが多い。 中国の高王取蓮屋等踏みは、外巻き込みから寝技に持ち込むパターンを非常に得意としていた。2016年大相撲5月場所10日目には裏が、では早手にこの技で勝利している。決まり手は腰投げとなった。樹の腕を脇に抱えながら巻き込む技は他にも払え、巻き込みや大外巻き込みがある。払い巻き込みは、右足で樹を払い上げるようにして投げる点が、 大外巻き込みは、右足で樹の右足を借りながら、樹の後方に巻き込む点が異なる。他に羽腰をかけながら巻き込む飛べ巻き込み、内股をかけながら巻き込む、内股巻き込みも、樹の腕を脇に抱えて投げることが多い。腕の抱え方を、内側から一本背負い投げのように抱えた場合は、内、巻き込みとなる。ありがとうございます。